米国は北朝鮮政権が非核化を実現するまで最大の圧迫を強化していくとホワイトハウスの関係者が明らかにした。米国の声は13日ホワイトハウスの関係者が北朝鮮政権が非核化をするまで最大の圧迫キャンペーンを強化するとし全人の政府と同じミスをしないと話したと報道した。 同関係者はさらに、朝鮮半島の完全かつ検証可能な比較化には、妥協の余地がないという韓国の立場を強調するために、北朝鮮に関与する用意があると話した。同関係者は、米国と韓国は南北間の進展と比較化の進展が並行して行われるように最大の圧迫キャンペーンを通じて協力するとし、 韓国との緊密な協力も続けていきたいと付け加えた。